やってまいりました。町田祇園スタジアム町田対バンフォーレ甲府の試合を見に来ました。すごい町田サポーターばっかりですけどね、山梨の力を町田に見せつけてやろうかなと思います。町田首位ですけど、甲府も今調子がいいんで勝ちます。それでは行ってきます。祭りみたいやな。個性もさ、こういうことやってんだけど、個性より多いんじゃない？これ。めっちゃ並んでますよ。だってシアストマット、この辺がすごい。めちゃくちゃ並んでる。朝早くからね、みんなこうやって仕込んでさ。感動しちゃうよね。30分並んでね、やっと買いました。俺のでしょ、これ両方。違うよ、唐揚げゲット。神奈川県のね、1位の唐揚げだったらしい。やばい、もう試合始まっちゃえば。さあ入ってみましょうか。今後も嫌いなやつ。甲府のサポーターめっちゃいいよ。Thank you.
主演エビキッドの創生です。はじめに、まずエイク、悔しい。向こうやっぱ首位だけあって力強いな。勝ったって思ってたもんな、JT リーグ決めた時に。
最後の最後で逆転試合の試合が多かっただけにめちゃくちゃショックだな。いやでも気迫を見せてくれたわね。中村君良かったよね。今日走ってたよすごい。どうも悔しいわもうマジ。クリスティアーノがちょっと失速ね。じゃあまた来るから。